赤パジャマ、青パジャマ、パジャマ。庭には鶏が2羽いました。見えなくても大丈夫。子供アニメ声優教室、子供アニメ声優教室ツイキャス。この時間は子供アニメ声優教室の DJ ふみえ、中学2年生がお届けします。本日のゲストは葵小6、和樹11です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は奈々子さんがお休みということで、初めて DJ をやらせていただきました。頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。多分ちょっとずつ話していけば普通に話せるようになるから、なんだろう、みんなでサポートしながら、いろんな話できたらなと思うな。はい、ね、はい、僕も頑張って頑張りたいです。それでは本日のトークテーマはじゃん。おー、雨ですね。雨。6月といえば確かに雨ですね。梅雨。ふみえちゃんはなんかある？雨って言うとやっぱ音が綺麗ですね。音とかすごく好きで、やっぱ家の中にこもりたくなっていいですよね。かずきくんとか雨って言ったら何想像しますか？やっぱりカエルですかね。カエル。カエルか。うちはね、雨は友達と遊びに行けないじゃん。学校終わっても友達と遊びに行くのが一番楽しみなんだけど、行けないから嫌だなと思うんだよね。そういうのもあるよね。なんかだるいって感じだよね、雨って。でも雨は好きだけどな。たまにいいよね。たまにってなんかそうだね。結構あと雨か。あと雨ったらどんな時なんか一番嫌だなとか思った時とかある？なんか楽しみにしていたなんか遠足とかそういうのがある時。そういうのね。確かに残念。なんかふみえちゃんとかずきくんは小学校の時とか、なんか遠足とか林間とか行くじゃん、楽しみにしてたのに雨で行けなかったとかあった？ありました。あった。林間学校の時に2日目に1回森みたいなところで、なんかスタンプラリーを、班でやるっていう企画だったんですけど、雨が降ってしまって、でなんか和紙のところに和紙を作る。まあどっちも面白く、あ、どっちもじゃなくて、まあ和紙の方も面白かったですけど。ふみえちゃんは？うちは特にむしろ雨の方が春より好きだから雨が良くない？なんかそうなんだ。うちね、5年の時に林間だったんだけど、なんか夜ぐらいに星空見る観察ってなかったの。いいね、そういうの。でも雨が、なんか雨降った後とかで曇っちゃって、見えないよね。全然見えなかったから嫌だなと思った。結局なんか DVD みたいなの見せられたから、ちょっときつい。本当に見たかったみたいな。じゃあ葵さんは、雨の日とかって何してる？うちはね、なんだろうな、結構あるのはね、勉強とかもあるし、ほらなんか夏休みとか始まっちゃうじゃん。その後ずっと勉強とか、すごいとか。でもね、一番の結局漫画とか、アニメ、YouTube とか見ちゃうかな。それわかる。YouTube は僕もよく見る。なんだろうね、なんか土曜日とか学校ない時に、なんか雨降ったら、遊びにも行けないからつまんないから、なんかゴロゴロしてない？知ってる。確かに。ふみえちゃんはなんか土曜日とか雨降った時何やってる？うちはちょっと趣味でアニメとかの絵を描いたりして、なんか分かるかな？進撃の巨人、また進撃の巨人とか描いたりするのが好きで、あとオリジナルキャラクターとかコピックっていうやつで描いてて、そういうのが好きかな。かずきくんは何してる？僕はやっぱりアニメ見たりしますね。何見てる？アニメは、葵さんと同じく、見てますよね、名探偵コナン。最近映画ね、やったよね。ゼロの執行人。かっこいい。よかったな。あと雨か。雨の季節とかに、だから梅雨だけど、梅雨とかにさ、アジサイとか咲くじゃん。綺麗。でもいいけどさ、で雨とか咲いてると、なんか
雨咲いてない、雨がこう降ってくる時とか、うん、なんか葉っぱに乗ってこう水滴、ちょっとそんな感じになったら綺麗で、葉っぱからポトってお花に落ちてくる時とか、うん、かわいい、綺麗だなと思うんだよね。本当そういうの好き、うん、とか雨でいいことってある？なんか雨でいいことか、雨でいいことは、うん、大嫌いな大気が中心になる、あれがすごく最高。かずき君はなんか雨でいいことあったなって、うん、まあ体育は嫌いじゃないから、うんうん、やっぱりなんか、うん、まあ僕は理科がちょっと苦手で、うん、なんか理科で例えばなんか外に出てなんか植物とか観察するじゃないですか、なんかそういう植物の観察がそんな好きじゃないんですよ。まあだからそういう時に、わかる。うん、まあでも結局は理科室で、まあ、そうなんだよね。嫌だよね。え、葵ちゃんはなんかある？雨ね、なんだろうな、雨でね、うん、出会った時とかはね、うん、山登りってとかあったの、なんかこう畑とか水分くとかあった時に、うん、雨が降ってくれたからとか、うん、結構あったから嬉しかったなっていうのとか、すごいね。でも一番嫌だったのはさ、うん、プールってあるじゃん、あれで、すっごい暑い日にプールだよとは言ってるの、雨降ってくるとか嫌じゃない？まあ分かるよ分かるよ、そういうの、うん、そういえばみんなはなんか 雨降った時になんか思い出はありますか？思い出、うん、何でもいい、うん、なんか僕は、うん、持久走やってた時にいきなり雨が降ってきたんですよ、うん、しかもかなり、でそれなのにまあ、うん、先生たちはまあ僕たちを走らせるすごいすごい、そっか、うちはやっぱ雨の後の虹かな、うん、虹綺麗じゃないか、友達とかで見る虹ほんと綺麗、超綺麗だよね、ね、うちは何だろう、雨何だろうね、雨か、うん、一番の前最近やったことで、なんか友達と一緒に遊んでたら、うん、うち友達と一緒にズルってなんか水溜めとか濡れてるとこあるじゃん、ズルってなってボタンと落ちちゃったとすごい、うん、なんか嫌だったけど結構いい思い出だったかなって感じなんだよ、ね、いい思い出なのね、悪いんじゃないんだ、うん、すごいね、だってなんか友達とあの時こうなったよねとか未来とかで話せるじゃん、いいよねそういうの、結構いいかなと思ったけど、うん、なんかそういう面白い思い出ってある？雨で面白い思い出か、うん、なんだろうな、あ、雨で水かけっこ、うん、時々しちゃってそれでもうめっちゃびしょになる、それがよくあるよね、そういうの、そういうのいいよね、うん、なんかやっぱりね、あとで思い返せるとか、そうなる、そう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 、かずきくんはなんか、うん、雨で泊まれてふざけてとかで言うんだよ、そう友達と、うん、雨の日はあんまみんなふざけないんですけど、雪の日ならふざけます、あ雪ね、はい、なんとうちはね、うん、雨で幼稚園の時とか雨降ってるとみんなシャワーとか言ってたから、うん、シャワーそう、なんか雨がシャワー代わりとか楽しいと思い出もあるよね、雨でも、うん、そうだね、うん、やっぱあとね、雨降ってきた時とか、うん、雷とか降ってくんじゃん、あってとかあるし、ちょっと雨でも怖い時ってあるよね、あるある、なんか台風とかね、うん、ちょっと、あ、台風は怖い、本当だね、本当に雨はいい時もあるし、うん、悪いこともあるって感じだよね、 あと雨か、うちあとはね、うん、なんか男子が雨って嫌だよねって言った人がいる、そうですね、ではそれでは、うん、残念ながらそろそろお時間です。次回の放送は東村山教室より7月の2日月曜19時からです。今回はありがとうございました。ありがとうございました。葵さん、今回の感想何かありますか？今回はね、ごめんね、ふみえちゃんもちゃんとできたし、みんな楽しく話題できたからいいかなと思うよ。かずきくんは何かある？うん、今回は、まあ、みんな仲良くできたと、仲良くできたと思います。まあ、来月は、まあ、僕頑張って、頑張って、はい、あゆえお、ゆえは、うえおあい、えおあゆ、おあゆえ、大きな声で元気よくアクション、子供アニメ声優教室。